ごっぽごぽ。おー、サンゴが綺麗だ。山田さん、聞こえますかはい、聞こえます。少しだけ耳がキーンとしますが。はい、ここは水深30メートルの位置でございます。海底にはタコやウツボなども隠れております。ここら辺で取れるホタテの真珠は大変人気のある天然物となっております。ほえー、すごいな。これはたまらない。来た回があったぞ。あ、名前を申し遅れました。私の名前は有田と申します。よろしくお願いします。有田。あ、はい。有田さん。え、うん、まさかね。そんなわけ。そのまさかの有田よ。えあんたと5年前に大喧嘩して別れた元カノの有田よ。あ、元カノだ。 やば。あのヘルメットみたいなのつけてたから、全然気がつかんかった。あ、おうおおう、そ、そ、そんな説は。ふふふ。久しぶりね。まさかこんな水深30メートルで再開するとは。おお、お,うおうそ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 う、なんだ。ここ、こ,こ、ここんな再開もあるんだな。はぁ。何ヘラヘラ笑ってんのよ。私はあれから一度もあんたのことを許してないわ。ここは私のフィールド。その気になれば、いつでもあんたの酸素ボンベを引き抜いて、事故に見立てることだってできるのよ。あ、終わった。 恨まれたままの元カノに、水深30メートルで生殺余達を握られた。スマホもないから連絡手段もないし、暴れることもできない。さーて、たとえ5年前でもこの感情は収まらないものね。別れ際をもっと慎重にしておけばこんなことにならなかったかもね。さーて、煮るなり焼くなり私の自由なのか。ちょうど転職する予定だったし、事故を起こしてさよならでも構わないわ。あ、終わった。おわんおわん終わった。 ま、待ってくれ。確かに、後押最悪な別れ方したけど、俺は申し訳なかったと思ってる。嘘つけ。本当だ。こ、この通りだ。だから、命だけは許してくれ。反省してるのね。信じてます。こ、この通りです。だから、もう地上に戻してください。うーん。まあ、そこまで言うなら仕方ないわね。はあ、はあ、はあ、あ、ありがとう。ふう、さあ、もういいわよ。はい、ありがとうございました。反省しました。と見せかけ、嘘やん 面白いと思ったら高評価とチャンネル登録してね。ポス、ポス。